SB ヘルナンデス、すごい。なおクローザー大正義奪三振率、ヘルナンデスも9回行って同点被弾しとる。常時150台で速いんだが、球速表示よりさらに速く感じる。打者がめちゃくちゃ打ちづらそうにしてる。モイネロがメジャーに買われても安心だな。今年4年契約結んだ定期、なんとかして強奪できないかな。最も強いチームが助っ人も当てるんやから、空もう止まらんよね。オスナがダメでもうまく回っとる。ここ15年に中継ぎが弱かった時期ないよな。 SB ってチーム防御率 2.2 とかなのに、守護神の防御率 4.13 白差。初登板した去年のロッテ戦で劇場してたのが大分改善されたな。モイネロがリリーフから外れたから薄くなると思ってたところにヘルナンデスが入ってくるという完璧な流れよ。ご視聴ありがとうございました。